セックスマネーだよね、お前の人生は。セックスマネーだよね、おまるセックスマネーだよね、お前の人生は。セックスマネーだよね、おまる人生は。セックスマネーだよね、お前の人生は。セックスマネーだよね、おまる人生は。セックスマネーだよね、お前の人生は。セックスマネーだよね、おまる人生は。セックスマネーだよね、お前の人生は。

ふみえちゃんですすんんよろししくお願いしますあの賀賢治さんのね、うん、あの恐喝罪ってまあ、陰にあの未公開株の問題が絡んでたじゃないですか、まああれはねなんで未公開株の方でまあ問題にならなかったかというとちゃんと多分契約書とかを交わしてて、うん、まずは恐喝罪って話が、うん、まあ先に立ってるんだと思うんですけど、うんうん、実際ね、ねあの、まあ、医療コンサルタント会社の未公開株購入のを持ちかけて代金など三3億7000万円、まあ、預かってて羽賀容疑者が代行してその分を買ったらその会社はすぐに倒産をしてしまう。 っていう経緯なんだけど、うん、あのね私もねこういった仕事してるといろいろ未公開株買ったんですけどっていう話を持ちかけられるんですよ、うあのどうしたらいいか分からない、うん、でもね契約書とかは見せてもらうんですけど巧、うん、妙にできてるんですよ。 で未公開株を買うことがいけないんじゃないんですよ、未公開株を相対で了承のもと買うことって、これ、違法ではないんですね、ああああ本当にだから出資をしようと思って買う人もいれば、増資の時に引き受けてあげて買う人もいるわけだから、これは別に問題ないんだけども、その前の段階で、例えば全然上場する気もないのにとか、上場するから株価上がりますよって言って、売りつけるとか、それともなければ全然会社もないのに、買ってみたら、 何電話したら会社がもうなかったとかホームページに何もないとかっていうことが問題なんですよね。うん、でね、その契約書っていうのがすごく巧妙にできてて、うん、あのね、立件できない。 抑抑ええるるところは抑えてあでもどう考えてもおかしいでしょっていうあ部分はあるんだけどそう抜け道がないように契約書ができてるんですよだからいくら相談されてももうこれはねっていうことしか泣くしかねえんだみたいなだそうっていうのがねすごい胸が痛いことが結構あるんですけど,どもうね気をつけていただきたいのは株は証券会社で買いましょうっていうことですねもうはっきり言っていい未公開株に関しては素人は手出さない方が身のためだよめと言ってい,いうん、ちゃんと会社を経営してる人がお友達で出身に携わるんだったら話は別だけども わけわかんない電話がかかってきて買いませんかっておいしい話があるわけがないし、うん、でよく言われるのがまだ全然こうセーフな段階で言われるのが、うん、知人が会社やっててその未公開株を買わないかってこれから上場するからって言われたって聞くじゃないですか、うん、どうしたらいいって相談を受けるんですよ、うん、本当に知人なのって言うと必ず言うのが知人の知人だって言うんですよ、ね、バカじゃないのだったら買っちゃだめだよみたいな,な <laughs> ぜひ気をつけてみてみください今日は今日はこちら行かせてください。 若林文雄の株レッスン。はい、ということでですね、うん、今日はですね、あのカズヨでル,ルルが手紙を書いてくれてるんで、はい、宮川さんお願いします。はい、マサル。ま ーミンチャオ DS 初心者和代です DS を手に入れたのが2週間前動物の森漢字検定に続き3本目のソフトで若林不明の株レッスンにトライさせてもらったわ先に言っておくけど私株には全く興味がないの数字苦手だし覚えなきゃならないこともいっぱいあるじゃないうん <laughs> だいたい月に使うお金だってどんぶり勘長でちゃんと把握できてないっていうのに私が株レッスンなんてちゃんちゃらおかしいわ <laughs> なんて思いながらゲームを始めてみたのでね案の定いきなり 詰まっっちゃったまずゲームを始める前に証券会社の説明があるんだけどそれをチェックしながら寝ちゃったのよダメよね <laughs> B 型って興味を持つと熱中するのにそうじゃないと本当無関心なのごめんねグミ寝ちゃったんだまあまあこれ働きまくってますからねこの女は、ね、あそうなんだそうそういやそル,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 ルルルルル言ってるだけじゃない違うんだ AD の方が逆に忙しいぐらいですかもうしかしたらあそっか、うん、じゃあ許すそれで気持ちを入れ替えて勉強モードで取り掛かったわけとりあえず格安手数料欲しい情報がすぐわかるっていう e トレード証券を選び資金 100万円でいざゲーム開始。背後の,の104万円よりは稼ぎたいな、なんて思いながら株価の動きを図表で表したチャートをチェック。何を買おうかしら、なんて迷っていたらどうなったと思う時間切れよ、時間切れ。<laughs> ゲームの中の24時間ってすっごく早いのね。おかげで2日間も株を買い損ねたわよ。でもさすがの私も3日目からはちょっと慣れてきて、ニュースで新製品が出るってあった。 えー、日清製粉と朝日ビールの株をなんとか購入。やっとゲームが始まったって感じ。ニュースの情報以外に足で情報を集めなきゃなんてはっきり言っていろんなとこに出かけたわよ。あ、張り切っていろんなとこに出かけたわよ。交番に公園、コンビニオフィス。ところが、行く先々で風味の愛犬ドルが出てくるのよ。それで、株にまつわる。<laughs> 小難しい格言とか教えてくれるわけ。初めは可愛かったんだけど、<laughs> だんだんイライラしてきたわ。だって株の売買に直接関係する情報が出てこないんだもの。<laughs> うるせえよ、カズヨマジで。<laughs> まあ、そんなことで、2週間分コンビニの店員さんの言うことや、オフィスのお姉さんが言ってる情報も参考に、日本タバコ産業やら宝、宝ホールディングスなんかを売り買いしたの。もちろんゲームの中の 時間を進めても2週間だけどね。そして、注目の結果は、じゃん !121 万5080円なんと2週間で21万5000円も儲かっちゃった。すごくない私。ゲームのセンスは、はないけど、株のセンスはあるんじゃないかしら。<laughs> 正直最初はどうでもよかったゲームだけど、なんだか面白くなってきちゃった。本当の株に手を出すのは怖いから、まずは株レッスンで勝ち組気分を味わうことにしたわ。カツヨでした。すごいですね。背のチン百0万だったのに。うーん あのね、この時間の問題なんですけど、やっぱりね、最初い、一番悩んだのが、この時間を、どんだけその24時間を何分でこう進めるかって、ゲームの中で進めるかっていうのは、すっごい悩んだんですよ、早すぎてもだめだし、遅すぎても飽きちゃうし、展開性がないと面白くないしみたいなことを、すっごい考えて、活用がこうなってしまうのも、ちょっと。 勉強になりました。で、この何、あの、ちょっとやっただけで21万の上がりっていうのは案外いけてる側なのこれ。いけてますね。私、行かなかったもの。ええー、かなかったの <laughs> 作った方が自分で作ったのに。<laughs> まあ何、自分の中で、自分にしかわからない、あの、黄金率みたいなものはないのね。ない。 なんかこうやってこうやら絶対勝てるからさみたいなないのそれが作らなかったんですよ裏技みたいなものもあえて、うん、そうなんかほらなんだっけスーパーマリオみたいに階段で亀踏むとヘフヘフヘフってずっとねお前古いな <laughs> 何歳だよ無限ワンナップなそうそうそうよくしてるじゃないですか俺はだって当時代だもんそうかみたいなのは作んなかったんですさえてだからね数寄上手かもしれないああそう素晴らしいなんかあの記録でこういう人がここまで行ってるとかなんかそういうの届いてるそういうのは届いてないんですけど各証券会社さんからメールもらったのが DS を見て買ってやってみて本当の株にチャレンジしようと思いましたっていうので口座を開いてくれた人が結構いるみたいですなるほど貢献してんだやっぱり目論み 通り。<laughs> お前そういうこと言うもんじゃないよ <laughs> 資料とかいっぱい入ってくれるばこなんか市場が扱いやすくなるとか読みやすくなるとかお前らもっとマーケットに金落とせんみたいなことだろお前が言ってんのはそして私がそれをはねるみたいな <laughs> そのためにこのゲームおやりみたいなことでしょゲームで儲けで本当の儲けはかぶっていうことでしょ違いますいい違いますもううちょっとこう <laughs> 大丈夫だと思うだったらもうちょっと大丈夫志は大丈夫だと思うあそうそんな感じじゃないんだはいなるほどねまあでも大変にやる分にはいいよね絶対ねそうですね今ねアマゾンでも品切れ状態でそううん。まあ入れた本数が少なかったってことかもしれないですけどねいやまだみんな頑張ってでしょうんそうですねよかったじゃんええまあいくらも入ってこないんだけどねお前はつけ金だよ そんん。なことありませセックスマネーだよね、お前の人生は。セックスは1年8か月やってないかともううるさいよ、うるさいよ、そろそろなんか、この女性を生かしてやってください、はい、もうぜひ皆さんも手に取ってやってみてください、店舗に行くと PV とか流れてるので、買わずとも感覚はなんとなく分かると思うので、欲しければ買っていただければと、押し売りはしません、勝つまでは。 <laughs> 意味わかんないよ。<laughs> 意味わかんないです。<laughs> ありがとうございました。ふみえちゃんでした。<laughs>